シモンの家の晩さんは、イタリアのルネサンス期、ベネツィア派の巨匠、パオロ・ベロネーゼのカンバス状の油彩画である。1570年に、ベネツィアの聖ヒエロニムス派のサン・セバスティアーの修道院教会のために制作された。画家は、自身が後に埋葬された、この修道院教会のために一連の作品を制作した。18世紀後半に、フランスがベネツィアを占領した後、 修道院は廃止され、その芸術品は没収された。1817年、ナポレオンの崩壊後、シモンの家の晩餐は、ミラノのブレラ美術館に収蔵された。本作は、ベロネーゼの成熟期の作品で、ベネツヤの修道院の食堂のために制作された一連の記念碑的な晩餐のうちの一点であった。サンジョルジョ・マジョーレ聖堂のための、 カナの婚礼とサンティナザロエチェルソ教会ためのシモンの家の晩餐は連作中の初期の作品であった。連作はすべてパラーディオの同時代の建築をモデルにした巨大なトロンプルユー建築に囲まれている。ベロネーゼはマゼールのバルバーロ帝の装飾でパラーディオと共同制作をしていた。左端のマグダラのマリアはキリストの足に油を塗っている。 おびただしい数の周囲の人物、中央の動物のいさかい、そして作品の世俗的な細部は、すべて1573年の異端新聞で言及されている。エス・バンデラ、ブレラ、ラピナコテカイイアイ、スオイ・カポラ・ボリス、スキラ、ミラノ、2009、ジー・ピューベネ・イ・アール、マリニ、ロペラ・コンプレータ・デル・ベロネーゼ、リゾリー、ミラノ、1968、 カルロレドビコラグンティ、ピナコテカディブレラ、アルノルドモンダドリ、ミラノ、1970。ありがとうございます。